中谷美紀は日本の女優、歌手、東京都出身。クリエイトジャパンエージェンシーを経て、スターダストプロモーションに所属していたが、2015年7月31日に退社し、個人事務所、GR プロモーション所属。夫はドイツ出身のビオラ奏者、ティロ・フェフィナー。女優デビュー前は、テレビ朝日、桜っ子クラブ内のアイドルグループ。 桜っ子クラブ桜組の一員として、1991年から1993年まで音楽活動をしていた。また、1993年には、ビーイングの長戸博之プロデュースで、あなたがわからないをシングル発売する。当時人気かつブームを起こしていた、大黒牧路線の楽曲だった。1993年、テレビドラマ、一つ屋根の下で、女優デビュー。 その後は多くのテレビドラマや映画、さらに日本石油の CM 出演で知られるようになった。1996年、ミュージシャン、坂本隆一のプロデュースによるシングル CD、マインドサーカスをリリースし、音楽活動を再開。翌1997年3月には中谷美希ウィズ坂本隆一名義で発売した砂の果実が、 初のオリコンシングルチャートトップ10入りとなり、33万枚を売り上げた。1998年と1999年に、リング、リング2の高野舞役で話題となり、1999年、自身初の主演テレビドラマ、継続が放送され、以降、ミブギッシュ約30の嘘、電車男、嫌われ、マツコの一生、ゼロの商店などに出演する。 2004年から翌年にかけては、女性雑誌、アンアンに、初の連載エッセイ、男子禁制を執筆した。また、インド一人旅の旅行記、インド旅行記も2006年から出版している。2005年には、映画、電車男に出演し、ヒロイン、エルメス役を演じた。この映画の原作となった、小説、電車男には、エルメスは、 中谷美希に似ているという記述があることにより、実写化においても中谷がエルメス役を演じることになったという経緯があり、中谷の出演歴中でも珍しい純愛物と言える。本作は当初の予想を上回るロングヒットとなった。2011年、舞台、両獣で初舞台にして一人三役に挑んだ。オーディションでは全く受かると思っていなかったため、ノーメイクと、 ラフなパンツスタイルで挑んだが、合格する。その演技は、初舞台と思えないほどのセリフのクリアさにまず、驚かされたと、フレッシュさが称賛され、第46回、木の国や演劇賞個人賞を受賞した。2014年の大河ドラマ、軍師、官兵衛では、黒田光を30代で10代の役から演じた。2018年11月26日、 ドイツ出身でウィーン国立歌劇場還元楽団とウィーンフィルハーモニー還元楽団でビオラ奏者を務めるティロ・フェフィナーと国際結婚したことを明らかにした。ジン・ヒト氏で共演して以来、綾瀬はるかと親交がある。正統派風美人と称されるなど、着物姿の凛とした美しさに定評があり、CM ドラマ、映画、雑誌と着物姿を披露する機会が多い。 本人も着物が好きで、着物を着ると背筋が伸びて、身が引き締まりますねと語っている。着物を選ぶポイントとして、あえてシンプルな着物を着るようにしていると話している。濃筆であることでも有名であり、結婚発表の直筆コメントなどでも、その達筆ぶりを披露している。英語、フランス語流暢に話す。海外生活のため運転免許取得。 ヨーロッパの速度制限ないところで100キロくらいまで出せるようになる。一年の半分をオーストリアザルツブルクでの田舎暮らし。朝から掃除、洗濯、料理、買い物、ドイツ語の学習、自宅の庭仕事、草むしり。自身は夫婦別姓を貫き、漢字の名前と日本人のアイデンティティを守りたい。現地の銀行で漢字のサインをなんて綺麗なの。 と褒められたと日本の美を大切にしている。ふとじは主演。ユニットとして活動していた、キーウエストクラブ時代の作品は、キーウエストクラブディスコグラフィーを参照。あなたがわからない、クロニックラブ、フロンティアもミュージックビデオが制作されているが、未発売となっている。ありがとうございます。